さあ、岡本さんがチームメイトに三冠をそしられまくってんじゃん。どうも皆さん、こんにちは。白滝でございます。ということで、今回も大聖巨人軍を復活させる物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在8月22日中日戦、いやということでね、現在1位なんですけれども、2位の阪神とは 0.5 ゲーム差です。はい、ただ3位の DeNA とは10ゲーム差、まあ、なので巨人と阪神が突き抜けすぎてる感じですね。うん、どっちが優勝するんだろうね。まあ、前回直接対決の動画だったんですけれども、あ、先発直江さんということで5回1失点ですよ、初登板で。もうこれは勝ったなってなったんですけど、中継ぎがね打たれまして、まあ、僕の出した采配もね悪かったので、まあ仕方ないところはあるんですが、まあ、直江さん申し訳ございませんというそんな感じの動画でしたね。はい、まあ、今日はね4位の中日が相手なので勝てたらいいですね。うん、まあ、ということで、あ、そういえば怪我人が出ましてね、あの山下さんがですね怪我しちゃいました。2週間のね、あ、3週間か、3週間の怪我でね、まあ、なのでちょっとだけ1軍のメンバーが変わってったりしてます。さあ、ということで、マー君さん6勝4敗、さすがに勝利数上がってきたね。ちょっと序盤が勝てなさすぎたよね。つか2試合延長12回完封で抑えても勝ちつかなかった試合あったからな。本当あれがあったら今頃8勝4敗だからね、かわいそうに。そして直江さん、まあこの防御率だったらまだ投げさせていいかなとは思いますが、スタミナいいなので厳しいかも。あと回復 F だからな。あー、ちょっとこれは多分次の登板までに体力回復してなさそうだわ。そして畑さん、まあこんなもんかな、今日先発のところなんだけど、一応ローテ順的にはどうしようかな、変えようかな。そして高橋さん、素晴らしいですね、シーズン途中から1軍に上がったと。これはすごい。これさ、阪神にさ 0.5 ゲーム差で勝ててる理由、この人だよね多分ね。そしてグレイナーさん、まあまあまあ 4.5 ぐらいだったら去年僕が取ってきた外国人より全然マシですね。はい、戸郷さん、まあ悪くないですね。ただちょっとスランプなんだよな。ちょ、先発もちょっといろいろと入れ替えたい人が多いな。沼田さん、素晴らしい、まあ悪くないですね、悪くないですね。まあ前回打たれちゃいましたけど、まあ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 、うん、3点台いっちゃったか。うわ、6敗してんのデラロサ、やば。まあ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 。そして中川さん、うん、今年蛇行っぽいんだよな、防御率見るとね。蛇行なんだけど、うちの打線が言うほど打ててないからさ、なんかなんで1位なんだろうってチームだね。ちょっとやっぱ畑さん下げましょう。1回誰あげる、先発誰いる。ちょっとあれかな、僕がドラフトで取ったオリジナル選手行くか。二平君、大卒ドラフトだもんな。飽きた。原田君もね、でも寸前持ちか。ちょっと普通にフォークとスローカーブ曲がるしね、スタミナももう68あるし、あれかな、現実で言ったら戸郷さんとか直江さん枠だね。2年目だから、高卒2年目でついに登板。さあ頑張って、原田さん。そしてね、野手の方なんですけれども、ね、悩みがあってセンターがいないんですよ。はい、重信さん現在2割4分26盗塁。そして、勝見さんが2割2分6厘13盗塁。そしてあと松原さん2割4分4厘。まあ、外野できる人ってこの3人なんですけど、あ、外野じゃない、センターできる人ね、全員2割5分以下。ね、丸さんが抜けてからというものね、まあいないよね。もうドラフト1位で勝見さんを丸さんの代わりで取ったんだけど、2割前半しか打てなくて、2年経ってもね、大砲なんだよね一応ね、2つ名がね。うん、一応、まあ、そんな感じですね。さあ、そして直樹さん、素晴らしいですね。うん、素晴らしいですね。このまま30本いってほしい。そして岡本さん、すごいな、40本いくんじゃないかこれ。3割40本100打点狙ってほしいですね。いや、120打点と思ったら坂本さんの方が打点上なのか。吸われてんじゃん、吸われてんのか打点。さあ、そしてウィーラーさん、素晴らしいですね。大城さん、まあまあ2割5分乗ってくれたら、本当は2割7分ぐらい打ってくれたら完璧なんですけど。佐竹さん、まあまあ、もう佐竹さんはもう低打率高ホームランのねようなバッターを目指してほしいね。そして亀井さん、山下さんの代わりにねスタメンで使ってるんですが、2割6分打ってくれてます。本当はこの役割に石川さんがいなきゃいけないんだけどな。亀井さんの方が使いやすいよな対左の時に亀井さん使うべきか、対左の時、あ、石川さん使おう。こうだね、よし、 OKOK。 さあ、ということでやっていきますか。石川さんはもう若いって年齢じゃないんだよね。もう28とか9だもんね。29歳の早熟。厳しいな。さあ、そして、今日は、亀井さんがってことは対右か。じゃあもうスタメンはこのままでいいね。はい、ということでじゃあやっていきましょう。岡野さんですね、相手は。東京ドームです。さあ、ということで読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズやっていきましょう。負けるわけにはいかない。だって 0.5 ゲーム差。そして原田君、すめ目よ、パンダみたいな目だね。いいじゃん、人気出そう現実にいたら。
そして太ってんだな、田口さんとかみたいなタイプか。まあサバシアを目指そう。そうだ、巨人軍のサバシアだ、ね、頑張れ原田、高卒2年目。ジャパニーズサバシア、さあ行きましょう。左ピッチャーで太ってるっていう巨人の選手、まあまあ見たことあるからなんとも言えない。あー、まあ、あの戸郷さんも直江さんもね、高卒あれだから、うん、そんな 5回投げ切れてなかったから、初登板は。でも戸郷さんは高卒1年目だったけどな、初登板。素晴らしい、なるほど、いいですね。いやちょっと待って、めっちゃなんか好きなピッチャーだわ。 OK、 ナイス原田さん、いいじゃん。これもしかして巨人軍の光となるか。素晴らしい。さあ岡本さんがすごい、これ岡本さんの力であれだよね、1位になってるようなもんだ。防御率 3.31 欲しいね、巨人に。巨人に欲しいわこの6勝3敗 3.31。 さあ重信さん、2割4分1 5分に乗せてほしいな。1番に使ってる理由がほぼないよね、現状いないんだけどね。直樹さんは2番に置きたいから、ちょっと全部采配外してんだね。もう一丁センター返し、うん、センター返し悪くねえんだけどな。京田さんの正面というかノーチャンスでしょもはや。さあキャップ流し打ち、広角に、うーん、本当センター返しだねこの回全部。広角法っていう金徳持ちだしな、広角に。さあこう見ると引き分けの数で勝ってんだな、なるほど。いやー、阪神強えな、これが伝統の一戦ってやつですか。あーどうだ、神、あー神様が取れないなら多分取れない。でも衰えたね、もう3年経つもんな、2022年シーズンだから。さすがに神さんももう衰えちゃうね。もうあと控えめに見積もって10年ぐらいしかできないな、神さんは現役。もう10年ぐらいしかできないでしょ、もう10年間頑張ってくれ。うおー、郡司さんすごいな、3割打ってるキャッチャーで、うわ羨ましい。こういうキャッチャー欲しいですよね、まあ、うちには大城さんがいますから。打の大城、パルプンテ小林、そしてキャプテンシー住谷です。そしてあとあれですね、期待の若手岸田、そして奥側の恋女房山瀬で、そんな感じですかね。巨人にはいっぱいいますからね、もう侍ジャパンジャイアンツだけで組めるレベルですよキャッチャーね。さあそして先制点取られましたね、はい、もう言葉詰まりながら考えてる間に点取られてるっていう。せめてさっきのキャッチャーの下り案だったら噛まずに読めやって話だよね。さあ行きましょう、岡本が追いついてくれる、ナイバッチ、いいね、これは歴史を築く男ですわ、素晴らしい。さあウィーラー頼む、ゲッツーなしね、ゲッツーなしだよ、よし OK、アルモンテ、いやこれさあできあ切れんじゃん、あ切れるわこれ、いけ、ああオーマイガー。さあ打の大城、お打の大城とはならない、頼むから、あの若手に悲しいね敗戦をつけたくないからね、悲しい敗戦をつけたくないってどういうことだ。だって黒星つけたくないから。おいピッチャーにそれはまずい、荒れる、荒れてしまう、やばい、今頃レフトスタンドからブーイングが飛んでるんじゃないかな、おい原田こらーみたいな感じでね、なめてんのかなーみたいな感じでね、やばいやばい、はいナイス OK。 さあ采配5連続で当ててますね、奇跡ですね。明日はきっと雨が降るかもしれない。さあどうだ、よっしゃ OK、 アルモンテさんめっちゃ打ちますやんね、いやー完璧だね、采配外したけど素晴らしい。さあマー君さん勝ち、ここからどうしようかな、中継ぎで4回から投げさせるやつ やりまくるね。さあ佐竹さん行きましょう、おあーやっぱ佐竹が打てるわけなかった、まあ、佐竹はこんなものよ。さあ亀井レッツゴー亀井、あー亀井さんダメか、原田さんは見ていけ、これだけならめっちゃ打ちそう、あーバットに当てただけいい OK、 まあまあ次の回頑張りましょう、まだ1対0ですからね。さあ岡本さんがチームメイトに三冠をそしられまくってんじゃん。さあ原田さん頼みますぜ、岡本さんの三冠をも気になるところだけども、次でも三冠全部さ巨人が取ってる、やっぱ強いな、そう考えると。打線の上位層は本当強いんだな、そう考えると。打率首位打者吉川尚輝、ホームラン王岡本、打点王坂本。ホームランを取れる人って打点王も取れるイメージなんだけどな、4番ならなおさら。そして郡司さん打つね、いやこれが中日ファンがね期待を寄せる黄金のキャッチャーですか。
この動画中日ファン見てるか分かんないですけどね、少なからず3年後の郡司さんは3割打ちます。はい、さあ行きましょう。あー亀井、やっぱ動きが鈍くなってる、仕方ない、もう守備相当落ちたもん亀井さん。本当は亀井さんが今スタメンに出てる状態っていうのがおかしい。ケンリア、俺はもうあの前回の動画で敬遠失敗したけどな、今回も敬遠するって決めてんだ。はい、 OK、 ナイス。前回あのワンアウト1、3塁です、あのツーアウト1、3塁で敬遠した結果グランドスラム食らったからね。さあヒット数は5倍打たれてます、でも点差は1点差。くそ、さあノーヒットノーランだけはダメだよ。ヒットノーランは絶対落ちろ落ちろ。はい、 OK、 ノーヒットノーラン回避、もうこれ実質勝ちでいいんじゃないですかね。ダメかな、走る前に一発逆転、いけ、叩き込め。あの最低限もうあの吉永さゆり団いきましょう。はい、多分ねアルモンテさんと吉永さゆりさんを多分見間違えてしまった説が濃厚だと思います。はい、まあということで、うーわここで使うか、与田さんさすがだ、岡野さんに対してお前さんがやるんだってねきっと言ってるに違いない。あー、まあでもヒット2本出ただけマシだ。トップバッターは強打、打ちました、ボールはレフトへ飛んで取りました、これでワンアウトランナーはありません。バッターはロマン溢れる長距離、あれ考えてみたんだけどノーヒットノーランじゃなく、あれ待って思ったけどさ、俺さっきさノーヒットノーラン回避しようって言ったけど、あれ打ったっけ、ちょっと待って、3回までにヒット打ったか忘れちゃった、ちょっとごめん、ちょっともう中めっちゃつまんねえことやってるから、ちょっと見して打ったっけ誰か。あ、岡本が打ってたな、そういえば。岡本さんが打ってました、すみませんでした。モノヒットノーラン、岡本さんが回避してた。そうだ。じゃ完封回避ですね。よし。この試合でアルモンテさんの打率を3割より下にしたいな。さあ、大城さん、頼んだ。レッツゴー、大城。ナイバッチ、OK。でもこれシングルなんですよね。狭い。早急始めてからだってファースト到達したもんな、大城さん。これ多分鈴木貴弘さんや重信さんでも多分無理だよね。ないバッチだけど。さあ佐竹さん、打つしかねえだろう。どうだ、よし来た、これ系のヒット多いなと思ったらファールかい。今日なんかめっちゃファール見せられる気がする。あ、三振かよ。1イニングに1本出てるんだけどな、これをまとめて打ってくれたら嬉しいんですけどね。さあ原田さん、またまだ行きましょう。ゲームは後半に入ります。バッターは頼れる助っ人ビシエド。よし、この調子、おい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 、この後軽快なフィールディング素晴らしい。いいね、ポロってもね、ポロリしてもさ、しっかりと冷静にフィールディングできるって素晴らしくないですか。こんな高卒2年、あかんだ、2年目がいるんですかって話ですね。もう神々だね、やばいね、僕の神々をね見つつね、ピッチャーたちはね、神がかったピッチングをね、また噛んでるわー、もう操作してる人は神々、選手たちは神がかったプレーをよろしくお願いします。さあ、ゆえた、よし、頑張るぞ、ゆえたからきっといいことがある。さあ、はい、重信さんがいった、 OK、 よし、ここからだ、ここから。さあ、郡司さんと勝負か。これ見て、この綺麗なセンター返し、京田さん取れた気がしなくもないけど、走れ、来た、はい、重信さんです、来ました、これが重信さんです、すぐにか、いけ、一発逆転。本当は岡本さんに使って打点とホームラン増やしたいけど、もうそんなこと言ってらんねえわ。さあ皆さん、直樹さんに力を、3割1分1に4本、こんなセカンドがいたらもう完璧でしょ。さあ直樹さん頼む、ホームランで30打点に到達させよう。お、いった、はい、素晴らしい、やっぱちゃんと言えたから超えていいことがあるわけですね皆さん。噛まずに言えた結果こうなりました、やったぜ。相原監督もこれ、あれ亀井さんだよね、めっちゃ亀井さん、あ、岸田さんか、あれなんかめっちゃなんか首脳陣感ある感じで見てましたね、素晴らしい、これよ。さあ、ということで坂本さんですね、頼む、2者連続いける、フルスイング、あー惜しい、あれは架空の選手だっけな、多分。さあ岡本さん、打点増やそう、ホームランで打点増やそう、来た、弾丸ライナー、すげえ、これちょっとパットンさんから打ったホームランと似てない、ちょっとパットンさんから打ったホームランをちょっと再現しましたね、はい、素晴らしい、もうホームラン王は独走だな、問題は打点だな、あと打率だな、直樹さんが打っちゃったからな、打率が
いやちょっとさ、岡本さんのこのライトにさ軽く振ってさ持ってくるすごいよね。まさに広角に打てる感じ、素晴らしい。おマルティネスさんここで来るんだ。絶対勝ちに来てるなこの試合。さすがにマルティネスさん敗戦処理じゃないでしょう。この回めっちゃ采配当てたね。それにしてもさあ、ということで原田さんこの回まで頑張ろう。あとはね、盤石の中継ぎ、盤石だよな。すごい目してるな原田、本当目がパンダみたいで可愛いね原田さん。なんていうか、パープロにこんな目があるの初めて知ったかも。いや知ってはいたけどさ、架空キャラでもこういう目の人いるんだなって。あらららら、おお、アイサタケ来た。これがドラフト1位の力です。その無駄に投げなくていいよ。無駄に投げない。うわ巨人キラー来た、怖いわ。アイナイスローカー、もうそれだけ投げときゃいいんじゃねえの。もう全部空振ってるよ相手。さあ高め勝負いけ、ここがラストだ。あ、いやこれは取れなかった。セカンド行かせなきゃ OK、 セカンド行かせなきゃ。行くのか亀井さん相手に。さあ宮國さん行きましょう、頼む。ワンポイント、ワンポイント行け、頼むぞ、集中。さあ原田さんに初勝利を。どうだ佐竹、強肩を見せろ。はい OK、 ナイス宮國さん、よっしゃ、素晴らしい。後輩の勝ちを消さない神がかったピッチング、これが宮國さんです。イエーイ。さあ三つ間さんですね。さあ代打、あ、なんでもない。さあということで、それ打つのか、すげえ当たりだな。どういう体のさあ動かし方したらあのコースあんな引っ叩けるんだ。佐竹さん頼む、さっき好プレーを見せてくれた。もう佐竹さん守備の人となりつつあるな、まあ、成績的にも見たら低打率ホームランバッターだからさ、身体能力型だよね多分。江越さんみたいな感じかなイメージとしては。あ、さあ帰るか宮國さん。さあということでね、8番の亀井さんのところにデラロサさんを入れました。そして9番に、亀井さんのところに、石川慎吾さんを、ね、置きました。はい、だから8番ピッチャーデラロサ、9番ライト石川慎吾。はい OK、 ナイス。デラちゃん頼むよ。中日対デラロサいろいろあったな本当は。最後さ、もうゲッツーだったらあの打球しかないってレベルの打球がさ、本当あの場面で出たよね。大島さんの足を考えたらあれぐらい強くないと多分ゲッツーにはならないもん。あ、現実での借りを返されたな。慎吾さん結構守備がね課題って言われてますもんね。確かに慎吾さんレベルの守備だったらもっと打たなきゃって感じなのかな現実は。さあ一番怖い人一発勝負で逃げるわ、こっち使うよな。さあ原監督と与田監督の采配対決、勝つのはどっちだ。あ、ウィーラー、デラルサ頑張れ。本当中日相手にあれなんですね、デラルサさんはね、こういう展開つくの好きっすね。さあデラちゃん、堂上さん抑えよう。おお与田監督、よし、はい OK、 堂上さんの打球を坂本さんが取る。今思うと2人ともドラフト1位ですもんね、同年のね。はい OK、 さあ慎吾さん、重信さん、直樹さん、又吉さんか。慎吾さん左じゃないと打てないよ。お、あーノーパワーだった。あのコメント欄で前書かれたんですよね、慎吾さん右じゃ打てないみたいな感じで、左で使ってあげないとみたいなね。又吉さんみたいな右のサイドじゃそりゃ打てないわ。あー左バッターはやっぱ当てるな。さあ直樹さんです。まあ、さあ最終回ね、中川さんで締めましょう。さあということで最終回守護神中川さんですね、頼んだよ。よし、あとあのレフトのウィラーさんのところにね、勝見さんを守備固めで入れました。まあそんな感じかな。さあ頼む、巨人キラーを抑えてくれ。右バッターばっかなんだよな。はい素晴らしい、右バッターをもね簡単に抑える、これが守護神。はいお疲れ。完璧すぎるだろこの守護神、すごいっすね。まあということでね、終わりにしたいと思います。もう神々でしたね。でも噛まずに言った結果ホームランが出たわけですからね、はい、よかったと思います。まあ、前回は、ね、逆転負け食らったんですが、今日は逆転ホームランで勝ててよかった。原田さんおめでとう。さあということで終わりにします、チャンネル登録高評価してない方ねいたらぜひともクリックよろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク概要欄に貼ってありますので、ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です、さようなら、じゃあね。